日本球界にとどまらず、メジャーの歴史に名を刻んだ選手。イチローといえば、アメリカでのプレー期間が長いため、日本球界でのプレーをリアルタイムで見ていたのは40代以降の方が多いのではないでしょうか。オリックス時代にはシーズン200安打や7年連続首位打者など数々のタイトルを獲得し、アメリカに渡っています。誰もが認める天才打者であるイチローが唯一認める歴代最高の2番打者が巨人にいたというのです。そこで本日は、イチローが見た巨人史上最強の2番打者とその理由について紹介していきたいと思います。2番最強説。昭和平成の時代では、2番打者とはつなぎのイメージが強く、昔の巨人でプレーしていた河合雅弘氏のような打者を思い描くことでしょう。打撃力は低いがコンタクト率が高く、三振をしにくい打者であること、そして右打ちやバントなどクリーンナップへつなぐ役目をきっちり果たせる打者が一般的でした。しかし近年はメジャーの流行も日本球界にどんどん流れており、2番打者にはそのチームの一番打てる打者を並べるオーダーを組むべきだという意見も増えてきました。その理由として、2番打者というのは打席が回ってきやすく、走者のいるシーンが多いからと言われています。1番打者も打席数は多くなりますが、先頭打者でのシーンなどランナーがいないことも多く、2番打者に比べて打点を稼ぎにくいのです。2019年の巨人ではシーズン40本塁打を放った坂本選手が2番に座ることが多く、つなぎの2番ではなく強打の2番としてチームを牽引しました。最近では大谷選手の影響でメジャーの試合をメディアが取り上げることが増え、メジャーの2番打者がどういう選手かご存知なのではないでしょうか。例えば WBC で大谷選手と対決したマイク・トラウト選手や、シーズン60本塁打以上を放ったニューヨーク・ヤンキースのアーロン・ジャッジ選手など、シーズン30本や40本以上の本塁打を打てる打者が2番打者を打つことが当たり前となっています。メジャーが2番打者にそういった強打者を並べる理由は、あるデータが物語っているのです。セイバーメトリクスなどデータを解析するようになって、ノーアウト1塁のシーンで送りバントによる進塁してからの攻撃よりも、そのままヒッティングで攻撃する方が得点の確率が高いことが分かったのです。そのため、つなぎの2番打者でワンアウトを相手に与えるのではなく、ランナーのいる場面でなるべく強打者を2番にした方が良いとされているのです。巨人史上最強の2番打者、そして日本球界にも一時期最強の2番打者が巨人にいたことをご存知でしょうか。その選手とは、オリックスから巨人に移籍してきた谷義知氏です。谷氏といえば、社会人時代にはアトランタ五輪の日本代表に選出され、見事銀メダルを獲得し、その年のドラフトでオリックスに入団。プロ2年目の1998年からはレギュラーとしてセンターを守り、レフトに田口壮、ライトに一郎、センターに谷義知と、当時を知る人はこれ以上ない外野手3人と言っても過言ではありませんでした。2006年のオフに巨人にトレードとなり、移籍した頃は外野手のレギュラーとして活躍しましたが、徐々には糧に譲ることが増えていき、代打の切り札として活躍する選手になっていきました。中でも記憶に残るのは、木村拓哉氏の追悼試合の代打逆転満塁ホームランでしょう。同じ頃に巨人に移籍し、同年代で頑張ってきた木村氏を追悼するカープとの一戦、家族ぐるみで付き合いのあった谷氏は、高めのストレートを振り切り見事ホームランとし、ヒーローインタビューで涙を流したシーンは忘れられないシーンではないでしょうか。そんな谷氏ですが、2007年の巨人移籍初年度、1番に高橋由伸、2番に谷、3番に小笠原という、ゲームの世界でもなかなか見られないラインナップを巨人は組んでいました。この2007年のシーズンは
高橋由伸はシーズン35本塁打、打率3割を超え、2番の谷は打率3割1分8厘、本塁打10本、得点圏打率は3割7分、3番の小笠原も史上初のセパ両リーグでの MVP に輝くなど、驚異的な活躍をしました。この3人の活躍もあり、巨人はリーグ優勝。もちろん谷氏はつなぎの2番としてバントで送るのではなく、強打の2番として活躍しました。これまでの巨人のラインナップでも、2番谷義智を超える2番打者はいないのではないでしょうか。自己犠牲改革。この2007年の谷氏のような打てる2番打者というオーダーは、日本球界ではまだそこまで積極的に定着する球団はありません。2023年にリーグ制覇、日本一に輝いた阪神の2番打者は中野選手がほぼ固定され、強打のチームであるソフトバンクですら今宮選手が2番として座っています。もしメジャー式の打順では、阪神であれば大山選手、ソフトバンクであれば柳田選手などが2番に座っているかもしれません。巨人では坂本選手やブリンソン、オリックスでは宗選手など積極的に打てる2番打者を打たせており、各球団のフロントや監督の思惑によるところが大きいのでしょう。もちろん2番打者に続く強打者がいるからこその2番打者最強説がうまくはまるのでしょう。そして2024年の阿部巨人は、これまでの日本式の2番打者のように自己犠牲を評価すると選手に伝えています。自己犠牲ポイントと呼ばれ、野手であれば四死球、進塁打、走塁、打席での粘りなどが評価されるのです。これまでも評価はされていたのですが、より評価を高めることで選手の意識改革を図っています。2023年の阪神は四球の数が前年の358個から494個に増えたのも、岡田監督が球団フロントに査定ポイントアップを打診した経緯もありました。結果的に大山選手の99個を筆頭に、近本選手67個、中野選手57個、佐藤選手54個と4選手が50個以上を記録しているのです。2023年のセ・リーグで結果を残した阪神を参考にして、2024年の巨人は B クラスからの脱却を狙っています。現在は春季キャンプ真っ最中で、誰がどういう打順に座るのか注目されるところです。2番打者候補として名が上がる門脇選手や吉川選手、または新人の佐々木選手など、開幕オーダーが決まるまではたとえ追い込まれてもただでは終わらないという姿勢を見せることを阿部監督は求めているのでしょう。いかがでしょうか。イチローも認めた谷義智、走攻守の三拍子が揃ったプレイヤーを2番打者にすることで、相手チームにとっては初回から気が抜けないことでしょう。そして2024年の巨人の2番打者に誰が座ることになるのでしょうか。また2024年の日本球界はどういう2番打者がチームの命運を握っているのか。もしかするとこの2番打者の活躍がペナントレースを左右するかもしれません。これからも巨人の2番打者に期待していきたいですね。このチャンネルはこれからもプロ野球が盛り上がっていくことを期待して、注目記事に迫っていきたいと思います。この動画が良いと思った方はいいねとチャンネル登録をお願いします。